もしもしおはよう。まったく休みの日だからっていつまでも寝てないで早く起きろよ。いい天気だぜ。約束通り10時過ぎにはそっちに迎えに行くからちゃんと支度して待ってろよ。は行けないって。なんだよそれ。先週から開けとけって言ってあったろ また誰かとシフト変わってやったのかほんと人一の奴だな。お前に押し付けたの誰だよ。言えよ。俺が断りの連絡入れてやるから。違ういとこが急に来ることになったからって。はそんなの断れよ。俺の方の約束が先だろう。久しぶりだからって。なんだよ、それ。 俺だってお前に会うの久しぶりだよ。一週間前に会ったばかりじゃないって。ばかりって何お前は一週間以上俺に会えなくても全然平気なわけほんと冷たい女だよな。ああ、もういいよ。お前なんて知らないから。いとことでも何でも仲良くしてろよ、バカ。 こういう時って、折り返しの電話とか、誤りのメッセージとか、普通するよな。俺なら絶対するぞ。なのに、全然何も言ってこないって。本当に。あいつはいつもこうなんだから。友達とか家族とかを優先してばっかり。ああ、俺今日あいつと遊ぼうと色々計画してたのに。 なんで俺が断られなきゃいけないんだよ。なんかムカついてきた。あいつんち行って、一言文句言ってやる。え、お前、どうしてなあ、いとこは大学受験の下見だから、後輩に任せて俺んところに来たんだ。ふーん。上がっていいかって 嫌だね。俺との約束破りやがって、簡単に許してもらえると思うなよ。ちょ、ちょ、待てって、せっかく来たのに帰ることないだろ。うん、別に、今日はお前のために開けといたから暇だし、暇つぶしに、ちょっとくらいなら遊んでやってもいいよ。上がれば 別に、ごめんはもういいよ。そんなことより、ねえ、それ何見たことないピアスしてる。え、今日いとことお揃いで買ったふーん、二人で選んで楽しかったんだ。へえ。なあ お言ってみてそうだよな彼女だよななのになんなのほんとお前って俺がいなくても楽しそうだよなべ別に拗ねてねえしはあ女友達だからいいでしょって全然よくねえよ お前は友達を優先しすぎ。絶対そんなことあるって。あのさ、この際だから言うけど、俺と手を繋いで歩くことは恥ずかしいとか言って嫌がるくせに、女友達とは腕組んで歩いてるし、ケーキとかも俺には絶対あーんしてくれないくせに、友達とは食べさせ合ってるし、おかしいよな。いや、後なんてつけてねえよ。偶然見たんだって。 まあ、俺だってさ、お前が俺のこと好きだってことは分かってるよ。今日だってちゃんと謝りに来てくれたし。でも、俺は心の狭いわがままな男だからさ、いつでもお前の一番じゃなきゃ嫌なんだよ。あのさ、俺考えたんだけど、お前が俺を一番にしてくれないのは、俺の愛情表現が足りないのかなって思ってさ。 だから、これからはお前が恥ずかしがっても、どんどんイチャイチャしようかなって。<laughs> 遠慮するなよ。ほら、こっちに来いって。おとなしくしろよ。お前は俺のこと、本当は大好きなんだろお前が話すとき、赤面する男は、俺だけだもんな。お前のそういうとこ、めちゃめちゃ可愛いけど。 そろそろ俺に慣れさせないといけないよな。俺さ、お前が俺以外のやつを優先したから、ちょっと傷ついてるんだよね。だから今日は、お前が嫌って言ってもさ、希望を聞いてあげられないかも。だからさ、お前も諦めて、俺の好きにさせてくれる